ッカーが大好きな人はもちろん、サッカーに詳しくない人も楽しめる番組、それがキックオフサンイン。鳥取島根のサッカーを全力で盛り上げます。始まりました、キックオフサンイン、ナビゲーターの岡村翔子です。さあ、この番組は通常毎週日曜朝6時30分から放送しているんですが、今週は土曜のお昼にお邪魔しました。さあ、この番組はガイナーレ鳥取をはじめサンインのサッカーにまつわるさまざまな話題をお届けしていきます。サッカーが好きな人はもちろん、サッカーにあまり詳しくない方でも楽しめる番組ですよ。それではまずはこちらです。J3 リーグ第23節、ガイナーレ鳥取はテゲバジャーロ宮崎とアクシスバードスタジアムで対戦しました。前回のホーム戦では今季ホーム戦初勝利、今回も地元サポーターの前で勝利を飾りたいところです。スターティングメンバーはこちら。前節からの変更はなし、重松のワントップで挑みます。グリーンのユニフォーム、ガイナーレ鳥取、序盤から積極的に仕掛けていきます。さあ、早いリスタート、左サイド、これ国際侵入、シュート、惜しくもここはサイドネット。早速ここは左サイドからムンインジュ、さらに前半5分、飯泉から左ムン、先ほどシュートを狙いましたけど、ここは中央へワンタッチパスつないで、さあここで中央にボールを入れる、選手倒れている、シュートを狙う、決まった、先制はガイナーレ鳥取。前半5分、ホーム戦連勝を目指す鳥取がまずは先制。後ろ浜倒れながらもなんとかボールをつないで、最後は19番重松健太郎、第4節以来のゴールとなります。ここまでこのセンターフォワードとして何度も味方にボールをつなげてきた重松、今日は自身で決めました。前半13分、瀬瀬が一旦キーパーの糸原まで下げる、ここ奪った、石津、そのままシュートまで行くのか、さあ前立ちはだかる、シュート、石津が相手陣内で奪ってそのシュートに行きました。ここは糸原好セーブ。前半35分、さあこれ南野が前向く、キーパーとの1対1、南野、さあどうだ、キーパー少し前に出たが、ここは1対1、南野しっかりとここは防いだ。ヒヤリとする場面が続きますが、ガイナーレがなんとかしのぎます。前半終わって1対0、ガイナーレリードで折り返します。後半ガイナーレが押し気味に試合を進めます。ワンタッチでつないで、後ろは頭で返してシュート、惜しくもここはサイドネット、最後はコイン、ワンタッチでつないで、後ろ浜頭でそらして、最後はコイン。さらに後半18分、富樫ボックス内、スルーパス通して飯泉、後ろからシュート、惜しくもクロスバー、もう一度ヘディング、クロスバーの上、不幸運のシュートは惜しくもクロスバー、こぼれ球を重松がヘディングするもネットを揺らすことはできません。後半23分、ガイナーレがコーナーキックを獲得します。重松ゴール正面、パーを狙う、ヘリングシュート、シュート、最後こぼれ球決めたのは重松、今日2点目、
鳥取2対0第4節から長い長いこの空白の時を経て重松が今日2本のゴールを決めた。キーパーからのそのこぼれ球、今日2点目、今シーズン5得点目を決めた。ここで試合終了のホイッスル。ガイナーレ鳥取第21節松本戦に続きホームで勝利を飾りました。ガイナーレ鳥取の第23節終了時点での成績は8勝6敗9分け、順位は暫定7位となっています。ビヨンド G 魂ファイル、ガイナーレ鳥取の選手の素顔にとことん迫るこのコーナー、長谷川アーリアジャシュ…ごめんなさい、これ使ってくださいで、これで、ここでテイク2で、テイク2いきます。ガイナーレ鳥取の選手の素顔にとことん迫るこのコーナー、長谷川アーリアジャスール選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。埼玉県出身、今年4月シーズン途中からガイナーレ鳥取に加入、横浜 F マリノスや FC 東京など数々のチームでプレーし、日本代表に選ばれたこともあるベテランです。どうですか鳥取は。鳥取最高ですね。ケイタと一緒にキャンプに行ったりだったりとか、あとこの前チームメイトでバーベキュー行ったりとか、なんかそういう、本当自然と触れ合うっていう機会が多いのですごく楽しんでますね。もともとそういったアクティビティは好きな方なんですか。そうですね、どっちかっていうと、家も好きなんですけど、子供の3人いまして、子供たちとなんかどっか行ったりとか、家族が増えるとそういう時間も多くなってきて。お子さん3人目が最近生まれたんですか。そうです、4月の24日に生まれました。ガイナーレ加入とお子さんの誕生が重なり、長谷川選手は鳥取へ単身赴任することになりました。単身赴任で3人目のお子さんって何回ぐらい会えてるんですか。はい、今3回ぐらいですね、会ったの。会うたんびになんか大きくなってるし顔も変わってるんで、こうやって会うとなんかすごい可愛いなもうなんか夜なごに帰りたくないっていう思うんですけど、その家族のためにも頑張ろうっていう思いでいつも飛行機に乗ってこっちに来てます。ではここでタレコミ情報。この前ですね、牛野浜選手にインタビューをしていた時にアリア選手、あの顔してブラックコーヒーが飲めないんですよねそうなんですよ、カフェオレとかそういうのは飲めるんですけど、はい、牛乳が入ってたら、はい、なんかだからみんなにバカにされるんですけど、ほぼ牛乳じゃんって言われるんですけど、はい、もうそれぐらいたっぷり薄めない。そうですね、エスプレッソとか飲んでそうだよねって言われるんですけど、実はカフェラテなんで。へー、すいません、ちょっとサッカーの方に移りたいと思いますが、はい、やってきましたね、本題が、はい、試合に勝つためのジンクスですとか、はい、ルーティーンとかっていうのありますか。グラウンドに左足から入ってぐらいですかね。あまりにも例えば試合に対するこう気持ちが入りすぎてそこを忘れてたみたいな時はないです。あ、もうだからそれぐらい左で入れるくらいの、だから冷静でも試合に挑めてるって感じなんで、あんま試合前にやばいやばいテンション上がってもいいっていうのは全然ないです。さすがベテランですそんな長谷川選手ですが、昨シーズン終了と同時に所属していた FC 町田ゼルビアから契約満了を言い渡されます。どこからもオファーがなく、次のチームが決まらない中、自主トレをする日々が続いていました。話を待ってる状況が、1月入って4月までで3ヶ月間続いてて、もう本当にこのままいったらもう引退かなって思いながら毎日動いてたので、で代理人の方からガイナーレ鳥取での練習参加があるんですけどどうですかって言われて、すぐ行きたいですっていうお話をさせてもらって、でじゃあ分かった、今確認するねって代理人の方が言った3時間後ぐらいにもう一回電話が来て、
その練習参加っていうよりかもう加入契約、要は正式なオファーでいいんじゃないって言っていただいて、もう本当嬉しくて、もうすぐ行きますって言いましたね。その辛い期間に、まあ、引退もって先ほどおっしゃられていましたが、はい、奥様とはどんなお話とかをされてたんですか？まあここまで来てオファーがなかったら本当に引退して、まあ、子供たちだったり自分の家族もあるし、そこをどういうふうにしていくかっていう話を具体的に話したりとか、でなんかそういう話してもアリアが気が済むまでそのチーム探せばいいし、別になんかその半年間だろうが1年間だろうが、もう自分の思い、そのもう本当ここで辞めるっていうところまで待ってていいんじゃないみたいなこと言ってもらった時は、うわすごいなんかこうありがたいなっていうのは感じましたね。すごい奥さんですよね。来た奥さんですね。なかなかいないですよ。まあどうなんですかね。こうしてシーズン途中からガイナーレに加入した長谷川選手は、第8節の奈良クラブ戦でピッチに立ちます。奈良戦の時はどうでした？はい、初出場とって結構やっぱテンション上がりました？いやー、その半年間チームがなくて、でこのグラウンドに帰ってきて、で自分のチャントを歌ってもらって もう一回このサッカー選手としてこのピッチに戻れたっていう思いの方が強かったですね。そして第17節、宮崎戦で今季初ゴール。第22節の愛媛戦では2ゴールを決めるなど、その実力を発揮しています。そんなサッカー一筋の長谷川選手に聞きました。サッカー選手以外でなりたかった職業はありますか？僕は歌手になりたかったです。歌手、はい、もし、まあ、今ガイナーレ決まりましたけれども、引退したら、でしたら歌手にはならないですけどでもなりたいと思ってますね。なりたいっていうか、なんかその歌が上手くなってとか、なんかこうみんな魅了できたらいいなっていうのは。機会があったらやってみたいとか。やめてくださいよなんか俺のことを歌わせようと思ってもしサッカー選手じゃなかったら何かって言われたら、歌手になりたかったって思います。長谷川アーリアジャスール選手の素顔情報ファイルしました。ここからは私ガイナーレ鳥取広報の森がお伝えします。ゴー広報部。ガイナーレ鳥取にまつわる耳寄りな話、意外な話など、選手や試合以外の話題をお伝えしていきます。今日の企画はこちら、迫力満点エキサイティングシート。ガイナーレ鳥取ではホームゲームにおいてエキサイティングシートを設置しています。エキサイティングシートとは、ホームゴール裏寄りのメインスタンド側ピッチサイドに設置された席のことです。ピッチが本当に目の前なので、スタンドとは迫力が全く違います。こちらが実際のエキサイティングシートの場所になります。実際に座ってみたら、ゴールとの距離がこんなにも近いんです。選手のプレーを間近に見ることができ、選手の声だけでなく息遣いまで体感できます。ぜひ臨場感あふれる席で試合をお楽しみください。運が良ければゴールを決めた選手のパフォーマンスが目の前で見られるかもしれません。販売数は試合ごとに10席限定です。大人8,000円、小中高生は4,000円ですが、ファンクラブ会員の方はそれぞれ5000円と2500円となります。そして購入特典として、試合前の選手とハイタッチをしたり、試合に勝った時には選手と一緒に集合写真の撮影ができます。試合終了直後のユニフォームを着た選手たちと写真が撮れるのはここだけです。とっても豪華な席となっています。チ
ケットはガイナーレ鳥取の公式チケットサイト鳥チケよりご購入ください。通常のチケットとは違い、購入期限が試合前日の午後5時までとなっていますので、ご購入希望の方はお早めにお買い求めください。以上、ガイナーレ鳥取広報の森がお伝えしました。2023明治安田生命 J3 リーグ、ガイナーレ鳥取の次の試合は FC 岐阜とアウェイで対戦します。今日午後7時キックオフです。ここまではガイナーレ鳥取の話題を中心にお伝えしてきましたが、山陰にはサッカーに情熱を燃やす人たちがまだまだたくさんいらっしゃいますよ。ということで、ここからは躍動山陰サッカー。6月24日島根県浜田市でアンダー8キッズスモールサイドサッカーというイベントが開催されました。小学1年生から3年生までのおよそ70人が参加、12チームに分かれて試合を行いました。それじゃあ3年生から参加した子どもたちは普段自分が所属しているチームで活動していますが、このイベントでは参加選手をシャッフルして知らない仲間とチームを組みます。各チームごとに集まって名前を覚えてください。まずはチームメイトの名前を覚えることから始まります。カンタ君、青井君、よし、じゃあブルー覚えた、ヤマとカンが青い青いハルタ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 ル。これにはコミュニケーション能力を養う目的があるのです。まずは新しいチームの仲間と一緒にウォーミングアップを兼ねた練習です。あっちまで普通にドリブル行くよ。ドリブル、よーい、はい、ドリブルゴー。コントロールしよう、コントロールしよう。そしていよいよ試合開始。1チーム5人から6人で編成。ゴールキーパーはいません。試合時間は前後半5分ずつの計10分で、交代も自由です。最初はぎこちなかった子たちも時間が経つにつれて仲良くなっていきます。休憩中も頭を寄せ合って何やら作戦会議。この試合には審判はいません。代わりにピッチマネージャーと呼ばれるスタッフを配置。このピッチマネージャーが試合のアドバイスから運営まで全てを行うのです。参加した子どもたちは技術向上だけではなくサッカーの楽しさを学べたようです。今日はどうでした？楽しかった。どこが楽しかったですか？手を入れたり、いろいろなチームと いろんなチームと戦えたことが楽しかったです。今日どうでした試合？楽しかった。点を決めれて、まあ、ディフェンスもできたんで、まあ、嬉しかった。何点決めれましたか？9点。おー。4点。3点。勝てました。勝てました。今日違うチームの子供たちと友達とチームを組んだんですけど、どうでした？友達になれました？はい。また次今度出会ったら友達になれそうですか？はい。はい、めっちゃなれそう。自信53%。もう親友です。親友。サッカー仲間がどんどん増えるといいですね。子どもたちのサッカーイベントは年々盛んになっています。そこで重要となるのが子どもたちをサポートする
スタッフの役割です。そんなスタッフを養成するための講習会が6月24日に開かれました。日本サッカー協会公認のアンダー8キッズリーダー養成講習会です。島根県の浜田支部にある小学生年代を指導しているサッカーチームのスタッフなど10人が参加しました。講習会はおよそ3時間講義と実技があります。講義ではサッカーを通して子どもたちに体を動かす楽しさを知ってもらうための指導ポイントなどを学べます。試合には負けたけど、でもあこういうこと見てくれとったんだなとかいうところでなんか笑顔が出てるなっていうのは気がついたりするので、しっかりここを大人も意識していいところを見てあげようっていうのが大事だと思ってます。そして実技では実際にゲームなどをやりながら子どもたちの体作りにどういった動きがプラスになるのかなどを学びます。今回はだるまさんが転んだや足の間にボールをくぐらせながら交代で進んでいく遊びなどを体験しました。こういったゲームの目的はできるだけたくさんの動きを取り入れてバランス感覚や空間認知能力を養うことだといいます。今回はアンダー8を対象に行いまして、アンダー8といいますと小学校 1,2 年生ということで、やはり初めてサッカーで出会うコーチというところの指導者養成会でした。このような普及活動を通じて多くの皆さんがサッカーに携われる環境を作っていきたいと考えております。そしてこの浜田からですね、地域を代表する選手が生まれてくることを祈っておりますし、障害スポーツとしてサッカーに関わる人材も作っていきたいと考えておりますので、またこういう機会をですねたくさん作っていきたいと考えております。また今度アンダー10とかアンダー9とかいろいろある中で、参加していい刺激を与えさせてもらえればなと思っております。参加者は今回学んだ内容を自分たちのチームに持ち帰って子どもたちの育成に役立てていくことになります。ここでお知らせです。キックオフサインでは皆さんからのサッカー動画を募集しています。試合中の好プレー、珍プレーですとか、あとはリフティングチャレンジ、さらには可愛いちびっこのサッカー動画などなど、皆さんの楽しい動画をお待ちしています。送っていただいた動画はこの番組内で紹介します。応募方法など詳しくはキックオフサインの番組ホームページをご覧ください。皆さんからの楽しい動画たくさんお待ちしていますよ。サッカーが大好きな人はもちろん、サッカーに詳しくない人も楽しめる番組、キックオフサイン。来週も鳥取、島根のサッカーを全力で盛り上げていきます。お楽しみに。